感情の波がずっと泣いてましたね。うもう自分が出てきてやっと正気に戻るって感じでした。<laughs> はい、ありがとうございます。あ、じゃちょちょっと前列いきますか。前列はい。あきら役演じました北原たかです。あのまあこの時代にすごく届くべき作品だなと、えー、今公開を目の前にしてとても心の底から思いますし、ちょっとこう自分たちの手から離れて コンビという作品が羽ばたいていくのも寂しさもあるんですけどまあ、やっぱりこうやってたくさんの方が見に来てくれてそしてこう僕らが現場で感じたこの温かさを皆さん一人一人がこう受け取って映画館を音にしてくれるんだなっていうのを想像するととても嬉しく思います今日は最後までよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします僕は18とか17歳、思春期の時からアキラやらせてもらってでもその前をやっぱ現場で見れてもなかった で今回こう、映画を見て初めて拝見したんですけどもうこれだけで2時間できるだろうっていう,もういろんな感情が詰まっているし、まあ、でもこの作品ってその映画1本の中で月日が普通の映画よりもすごく早く過ぎていくのでなんかその感情の波がすごく小刻みに大きく大きくあるからずっと泣いてましたね。うもう 自分が出てきてやっと正気に戻るって感じでした <laughs> はいはっていう、はい、親父がい父の目いっぱいの愛とみんなの温かい手で彼は大人になった父に僕はまだありがとうを言えていない<う>トンビアキラー頑張ってこいよー